はい、皆さん、こんにちは。ビデオガーナルことビデオブログガーナルです。今日は2012年10月9日火曜日。そしてこのトレーズジリティブでは、こう最近僕が気になったニュースをビログしていくものです。そうすると、早速今日のトレーズジリティブに行きましょう。まずはアメリカの人気歌手、リアーナに関する話なんですけど、なんと、彼女の Facebook のページのいいねの数がエミネムを抜いて Facebook 上で最も人気のセレブになりました。その数、なんと、現時点では、1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、6166万2926のいいねなんです。6166万2926人の人が、いいねボタンを押しているんですよ。これってすごいですよね。ちなみに2位に降格したエミネムの数は6131万1061のいいねが押されているんです。6000万ってすごい数字ですよね。ちなみに僕の Facebook のページは現在1407人の方にいいねを押していただいています。 Facebook をやっていてまだ僕のページにいいねを押していない方は下にリンクを貼り付けておきました。そして次はリアーナからレディーガガの話に移るんですけど、っていうかレディーガガ26歳なんですよね。僕も26歳でレディーガガとタメなんですよ。アメリカのセレブゴシップサイト TMZ によると、レディーガガはスペインで行っていたコンサートでエッジオブグローリーを披露している時に突然嘔吐してしまいました。コンサートの後彼女も吐いたことを認めている。 Twitter では誰も見ていなければいいのだけれどとコメントしています。ちなみにこの時レディーガガはインフルエンザにかかっていたそうです。でもコンサートをキャンセルしたくなかったため無理やりステージに上がってしまって吐いちゃったんですね。そして現在は体調も良くなって元気だそうです。彼女が吐いてしまった時の様子が YouTube にアップされているんですけど、実際僕も見てみました。レディーガガすごいですよ。だって吐いてすぐダンスしていますからね。普通の人だったら吐いた時が動転して止まっちゃうんですけど、彼女はちゃんとダンスしたんです。さすがプロですよね。そんなレディーガガのプロ根性に僕はもうすごく尊敬しました。そして次は今朝からニュースでバンバン取り上げられているノーベル賞の受賞が決まった京都大学の教授山中伸弥さんに関する話です。僕は iPS 細胞について申し訳ないですけど全然気にならなかったんですけど、彼の記者会見すごく良かったんです。彼が記者会見で言ったことというのは、 iPS 細胞は新しい技術、仕事は終わっておらず医学への本当の貢献をこれから実現させなければならない。これからの発展への期待の意味が大きいと信じている。速やかに現場に戻って研究に取り組みたい。そして研究成果を待ち望んでいる難病患者の方たちに対しては、たくさんの人が一生懸命研究している、苦しいと思うが希望せずにいてほしい。そしてこの後めちゃめちゃかっこいいこと言いますよ。私は無名の研究者だった。国の支援がなければ受賞できなかった。日本という国が受賞した。こんなかっこいいことなかなか言えないですよね。自分ではなくて日本という国が受賞した、めちゃくちゃかっこいいですよね。そんなめちゃくちゃかっこいいことを言った山中伸弥教授なんですけど、なんと彼のツイッターの偽アカウントが今話題になっているんです。彼の偽アカウントは現在1万7000の人がフォローをしているんです。そして昨日のノーベル賞受賞決定後にノーベル賞来たーとツイートしているんです。このツイート現在3万8000件以上がリツイートされているんです。もちろんこのアカウントは偽アカウントの誰かふざけてツイートしたと思うんですけど、あんなにかっこいいことを言うとか、こんなツイートするはずがないですよ。ということで、ツイッターをやっている方、もしこれがリツイートで回ってきたら、リツイートしない方が絶対いいと思います。せっかく頑張ってノーベル賞を受賞した山中伸弥教授にすごく失礼に当たると思います。そして今日最後 iPhone に関する話なんですけど、 iOS6 にアップグレードした人に朗報です。 iOS6 にアップグレードした人は分かると思うんですけど、 Apple の地図もうほんと使えないですよね。このことに関してはこのトレードジリテムでも取り上げているんですけど、なんと Google マップのアプリが復活しました。復活というより厳密に言うと完全には復活していないんですけど、アップルの地図よりは全然いいです。このアプリの名前は Google マップではなくて、クラシックマップという名前で無料でダウンロードすることができます。そして Apple マップと Google マップを切り替える機能がついているんです。ただ前の Google マップのアプリみたいに車、徒歩、電車、バスなどの経路の検索はないんですけど、問題はないと思います。しかもこのアプリ、 Apple が提供しているアプリと同じ機能を持ってしまうので削除されてしまう可能性があるみたいなんです。ということで Apple マップがマジで使えないと思っている人は急いでダウンロードした方がいいです。クラシックマップのアプリのリンクは下に貼り付けておきました。ということで今日のトレーズジリティブでは以上です。今日皆さんに質問、もしかしたら前に質問したかもしれないんですけど、あなたがかっこいいと思う名言は何ですか？下にコメントを残してください。お願いします。そして今日のブログの操作すべて下にリンクを貼り付けておきました。最後にこのトレーズジリティブとはちょっとでも見てたなと思う方は Facebook、Twitter、Google プラスで友達家族恋人を共有してください。ということでまた明日お会いしましょう。以上、ブログのアリによるとりあえずジリティブでした。じゃあまた。